崎チャンネル。さあ今日はですね、はい、この里崎チャンネルが、はい、YouTube 含めて、はい、メディア界に革命を起こしたなっていう自慢話をします。ね、あの、はい、2代目 MC の先生、はい、袴田さんが、はい、あのゴルフのレッスンに今通ってるっていうところで、今帰ってね、はい、雑談してたらいい話思いついてね、はい、それ撮ろうっていうところで。いや本当そうなんですよ。気分悪いね。気分悪いですよ。お前誰とか、うん、いやいらんねんとか、うん、里崎だけでいいやろとか、うん、袴田さん早く戻ってこいとか、うん、まあ好きだ好きかって書いてねコメントを。別にそれぐらいいいやん。めっちゃ俺のこと好きやなと思って、うん、嫌になるぐらい出たろうと思ってるんですよ。そうなん。でもそんなの、あのお前の一存で出れるほど甘くない。俺の結構再生数いったんですよ。僕ずっと再生数、うちのおかん、うん、親父、妹、弟、うん、家族全員に毎日再生をさせてやらしました。そうだ、もうパワープレイですよ、あそこまでいったら。でも今日はね、はい、あのなぜ袴田さんじゃないかっていうところには、はい、まあ、もう一つの理由があって、はい、今の業界いろんなところも里崎チャンネル発信で今のメディア界変えてきたな、はい、演者スタッフ含めてみんなが知らないところのやっぱ自慢しようっていうね。いやこれね、ほんまにいっぱいあるんですよ、うん、まず第一番は、はい、今のね、はい、野球界結構副音声が主流になってきてなってきましたね。もうね、トゥエルビさんでも、はい、もう主音声も応援解説で、うん、で副音声も応援解説みたいなね、はい、あとはもういろんなフジテレビさんもそうですし、オールスターもね、はい、テレビ朝日さんもそうでしたけども、あとは YouTube とね、はい、連動してやってますね。 YouTube 配信しながらそっちを副音声的なのね、うん、結構どこの曲もスタンダードになってるじゃないですか、はい、一番最初にやりだしたの俺らだけどね。まあいわばね、はい、最初、はい、一番最初に始めた時業界の人、テレビ界ほぼ誰もいなくて、いなかった、まあ、野球界でいうと豊さんで俺で、なぜか俺と同じ日に始めた笠原。今なんてだって世界陸上が YouTube でやってたからね、はい、その時テレビ局の YouTube なんて全くなくて、逆に言うと YouTube 落ちぶれるやつがやることやろみたいなね、ちょっと舐めてこられてましたよね、うん、はい、で芸能界でもカジサックさんとか、はい、中田あっちゃんが初めてすぐぐらいそうですねだった時のぐらいで、その芸能関係者もでテレビ出れない人がやるんでしょみたいな感じだったのが、今やテレビ局も含めてやってないんですかみたいなね、ほんまそうですよね。ってなった時によ、はい、一番最初さっきの副音声の話で言うと、やっぱね一番最初に、はい、プロ野球界と YouTube が連動して副音声したのは、なんと発祥が里崎チャンネルやっちゅうでね。本当にそうです。もうこれ大にして言いますけど、うん、今いろんなところでね、はい、普通にやってますけど、一番最初に、はい、この里崎チャンネル発信で今の業界を変えてきてね、はい、でそれがテレビ東京さんと、そうです、ね、袴田さんとあと森内さんとも一回行ってね、はい、主音声は BS のテレ東とかで、ね、もしくはテレビ東京の地上波で放送される、裏でイニング間 CM を全くなく YouTube で副音声を流すっていう業界初の試み、はい、みんなで行ってね、はい、テレビ東京のスタジオにね、はい、来ました。でなかなか配信スタートしないでね、機材トラブって、あの時ね、ほんまぶっちゃけ初めて言うんですけど、うん、あのためだけに機材揃えたんですよ。買った、買いましたよ。それやるってなって、やるってなって、うん、これはやっぱりスタートじゃないですか、うん、気合入れていかなあかんと。テレビ局ともコラボだし、コラボやし、うん、まあ普段の生配信とかだとこう正直パソコンとか携帯でもできるんですけど、うん、それじゃあかんと、うん、やっぱり映像にもこだわってるっていうところ見せつけな思って、うん、行きましたよ、ヨドバシ2人で。知ってもええけど説明書が英語ですよ。怖いと、俺説明書英語やから全然分からへんと。日本語のなかった？なかったんですよ。え、そんなヨドバシカメラで売ってんのに？行って、それで海外かなんかのやつだった、なんか性能がいいやつだったらしくて、うん、買ったんですけど分からんと、うん、で、ほんと手探りで調べた結果やったんです、うん、あれ。ちょっと俺じゃあそこに疑問あるわ、はい、なんで事前の予行演習してないんで、したんです。したの？しました。何回もしてます。うん、何回もしたんですよ。うん、そしたら成功してた。で、ここで成功して、あれ本当にリアル20回はしたんです、うん、いろんなパターン、パターン A、うん、パターン B とか組み替えてやったんです、うん、努力して、努力しかも成功してて、してて、で、行ったら、なんでうまくいかなかった。いや、これは言いたいことがあるんです、うん、さすがテレビ局さんだなと思ったのは、うん、無線なんじゃなかったんですよ。有線だったの？まず有線やったと、うん、そりゃそうやな、無線なんやったら環境のトラブルがあって、うん、配信できない可能性あるんですか、うんうん、有線でしたよ、うん、
優先やってなかった。そしたら優先の練習はやってなかった。優先はいらんじゃないですか。ここよう飛んどんですな電波が飛んどん必要ないんですよ、うん、不都合なかった。そこが甘かったんです僕らの、うん、そこ見落としてて、うん、優先繋いだいうものやっぱりロック厳しいですね。セキュリティがテレビ局ね、はい、うん、なかなか繋がらんと、うん、焦る焦る、うん、で配信をスタートしたものでだから焦りすぎて、うん、大事な最後に一番大事なこのどこで配信するかっていうキーがあるんですよ、うん、12桁ぐらいのね、うん、そこの確認だけを見落としたわけですよ、うん、で配信されたら豊さんの配信チャンネルで配信されてたんですよ。うわーっと思って、うわーっと思って、うわーっと思って、でも始まってもだ、こんにちはって勢いよく佐々木さん言ってると、でもここ携帯で見てると、うん、お願い見るなと頼むから見んといてくれと思って、うん、僕らは汗だるだるかいてあの裏にいたと。でもあれがね今の球界の一番最初の発信が、はいはい、だからテレビ東京さんもすごいね。すごいっす。 YouTube で配信まだテレビ局時代で、はい、今はねテレ東スポーツっていう、はい、テレビ東京さんの YouTube チャンネルも持ってて、しかも佐々木が月1回月刊佐々木智也の月刊プロ野球もやっててね、はい、そういったところでいろんなコンテンツやってるけど、その当時持ってないから持ってないし、でもそこで YouTube とコラボしてやっていこうっていうこの目の付けどころはテレ東すごいね。多分ね一番最初ですよ。いや日本で日本というか世界で最初かも分かんない。あの時ももっと言えば9時で配信終わった後、次、うん、テレ東さんの YouTube で佐々木さんとかが出て、うん、アフタートークみたいなのをされてたんですよ、うん、その辺の連携もすぐに目つけられてたんですよ、うん、もっと一つだけ言いたいことがあるんですよ、うん、あの時ね僕ら一生懸命配信つないでる時スタッフいっぱい連れてカメラ回してたじゃないですか、やり方を聞いてるのこれ何言ってこれ何ですかってぐらい聞かれるな思ったんですよ、うん、でこれこうこうこうでこういうやつです、こういうやつですと、で僕もドヤ顔で、うん、最近こうたやつやのに分からへんのに偉そうにこう言うてたわけですよ、うん、こうしてでこうなんですよと、うん、こうやってこうやってねスイッチャーがあってこうするんですよ、うん、そのテレビ局からそんな一 YouTube のスタッフに質問されてて、はい、で答えてあげてた、はい、は俺野球界帰れるな思ってその時からもう、うん、ね、そしたらこのみんなこうカメラ持ってこうスマホ持ってるわけですよ、うん、とこう撮ってるんですよ、うん、やり方そっかと思って思った方がいいんですよ、うん、そこから一度も呼ばれることなくなってましたもう呼ばれることなくなって、もう呼ばれることなくなって、もうきっちり自分ならやってますやん、もうもう覚えたと、もう覚えた、よしよしと、もうだからね、あのテレ東さんの生配信見るたびに思うんですよ、ここ行ったとこはだなって音響も良かったなって、確か奥のところ電波通らへん言うてたなって俺さ、ほんまに確認したのにな、もう呼ばれることはありませんでしたよもうだって吸収したからでもそれがね、広がっていって、はい、でその後、フジテレビさんで行きました、神宮で、神宮ザキヤマさんと、はい、一緒になりましたね、副音声やって、はいはい、それも、まだその時にフジテレビの YouTube チャンネルもちゃんとあるわけじゃなかったから、はい、里崎チャンネルで配信してね、なりましたね、球界がやったことないことをどんどん出していったら、はいはい、今どう見て各局全部自前でやってる許可取れ言うてここにサズさんに直接でもいいから許可一分だけちょっと電話でもくれいらん、それはいらんやろ。いや、欲しいです。あのね、まだ神宮の話ですよ。やっぱり、まあ、東京ドームであったりとか、うん、いろんな球場がこう現代的になって、うん、神宮球場まだやっぱり大学野球の聖地ですよ、うん、くっそ暑い、あの放送席の前で、はい、解説席のとこ入れるんか思ったらカメラ置くスペースもあらへんとだから観客席からカメラ伸ばしてくださいって言われて僕ら観客席ですよ、こうさパソコンカタ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 観客席でこう横並んで無線なんあらへんからケーブルですよこうやって後ろで里崎さんとザキヤマさんが喋ったところでこないしてくっさーってあれ超夏場でしたからね。いやその前はのねあの俺と袴田さんと俺と森内さんも一回テレ東でやってるからね。そうですそうです、概要欄貼っとくからちょっと見て見てない人は見て。でも今はもう全局もう自前です。俺だって去年なんて日本シリーズ TBS の YouTube チャンネル呼ばれて裏配信と、はい、でテレビ東京さんも YouTube の、 あの今もうほぼ副音声セットだからね。だから言いたいです一言、スタッフも連れて行けとなんでサッさんだけこううまいこう引き抜いていくんねんと俺ら売る技術あんのまだまだあんの、まだ売れるものあんのもう好きにやってくださいあなたたちの機材には勝てません、能力には超えられた、はい、ほんと超えられました。でもね言いたいよね、俺らが今のこの放送 YouTube 絡みの音声放送コンテンツを、はい、俺らが作り上げたっていうのは忘れられてほしいよね。あと続いてはね、はい、企
画がそのままテレビの企画になったっていうね。ああ、そうですね。うん、まあ、佐々木がね、はい、やった唯一のね、ドラフトのね、はい、前の通信簿と、次誰取ったらいいかっていう、12球団やっていった中で、その企画を見て、スカイ A さんが、その企画、うちでもやりたいんですけど、いいですかって言われて。で、それを俺が売り込んだみたいになってんのよ。はいはい、はい。状況的に。はい、いや、俺は売り込んでませんよって言って。俺からはそんなめっそうもない売り込まないでしょ。やんないですよねそんなんで、うん、それはもうスカイエーさんいっぱい来て、はい、人がでホテルのロビーで打ち合わせして、はい、やりたいんですって言って、全然いいですやってくださいって言って1回目2回目呼ばれて行ってんだけど3回目今年まあ呼ばれるのかどうか分かんないけどその今コンテンツねヒロドさんと竹山さん MC やってで1回目は掛布さんで牧原さん俺で2回目が掛布さん川上健信さん俺でやって企画にもなってるからだからまあそう考えたらね、はい、ちょっと作り上げてきたなっていうねだからまあ自己満足だけどねでも本当にもし仮にまた話戻りますけどドラフトのやつがタツさん今年なければ、うん、このチャンネルで生配信やりましょうよいやもう俺あの当日スカイ A さんのからもうオファー来てドラフト見ながらのあるんですよ忙しいんやったわ忘れてたもうそんなんもういち早く来てんねんオファー無理よ無理でした、うん、じゃあ小松さんと二人でやろうもういいやアシスタントももう、はい、まあこれ豊さんのね、はい、判断が最高だったけども、はい、この YouTube の女性アシスタント起用したのこれ初めてだからねそうですよ豊さんですら俺と袴田さんの見てこれ俺もつけた方がやっぱりいいなって言って、はい、森内さんね、うん、最初はの山田さんとか、はいはいはい、稲村亜美ちゃんとかいろいろね、はい、その知り合い呼んできて森内さんにね、はい、落ち着いてやってるけど今なんてもうプロ野球 OB のやつでゲスト呼ばなかった時に一人で1時間も喋ってるの俺だけだねそれだけは真似出てこないねそれだけは絶対できないですでそれ出てこないね一人1時間喋り出てこないねだからこっからもやっぱり誰もが真似できないクオリティにこだわってやっていきたいねそうですねということで、はい、今回もね2代目 MC に向けて賛否コメントお待ちしてます